本当の勇気は弱さを認めること。ただ批判するだけの人に価値はない。称賛に値するのは実際に競技場に立ち、誇りと汗と血にまみれながらも勇敢に戦う人だ。ある時は間違いを犯し、あと一歩というところで届かないことがあるかもしれない。だが彼らは少なくとも果敢な挑戦をしたのである。これはアメリカ元大統領のセオドア・ルーズベルトが演説の中で話した言葉だ。おお、ルーズベルトさん、いいこと言いますね。私たちは日々生活しているだけで様々な危険やリスクを抱えている。何か新しいことに挑戦してみたものの、うまくいかず失敗することもあるだろうし、何かに向かって頑張っているのに周りからは認めてもらえず批判され恥をかくこともあるだろう。だから何かに挑戦するとき、傷つかないよう完璧で誰からも批判されないような自分になってから競技場に立とうとする人が多い。なるほど。例えば英会話を始めたいなと思っても、失敗して恥をかきたくないので英会話のレッスンを受ける前に十分時間をかけて調べたり勉強してから始めようと考える。そうしているうちに結局英会話を始めるチャンスを逃し、貴重な時間を無駄にしてしまうことが少なくない。あー、その気持ちめっちゃわかります。だが所詮人間は完璧になどなれない。大事なのは自分の弱さや恥を受け入れ、ありのままの姿で競技場に立つということで、それこそが本当の勇気であり、称賛に値する果敢な挑戦ということだ。今日の授業は終わり。また来てね。